んばんは。なんか唇がめっちゃ赤いんだけど、なんで？なんでなんで？なんかフィルターかかってる。これ？これでまあ普通か。こんばんは。今日全然メールをくれなかった。今日一通とかしかくれてない。髪の毛の色変えてないです。そのまんまです。こんばんは。今日ね、何時から、めっちゃ朝からレッスンがありました。朝早かった。でもなんか一番早い人ではなかった。てかね、今日ねメール送ってもなんかエラーが生じて、なんつうか遅れてないんだよね。なんか普通に遅れなかったやつと検閲に引っかかったやつで遅れてない、遅れなかった。大型だけの話し会申し込んだよ。ありがとうございます。もう何型、血液型が何型であれお話し会に申し込んでいただけることは嬉しいです。大きなため息をついちゃいました。その分吸い込みましょう。せーの。あのね、これは全然レッスンとか STU の活動に関係ないことで、私は今はぁってなってるんですけど、はぁってなってるんですけど、はい、全く今の私のお仕事の内容とはまた違うもので今頭を抱えてるんですけど、まあ、これをちょっと言っちゃうと個人情報になるので、ちょっとあの言えなくって、はい、でもちょっと頭を抱えてるからこんな深いため息をついてるってことですね。なんかもう物事が思い通りにいかなすぎて、もうってもう今日どころか昨日一昨日からもずっとなんでこうなっちゃうんだろうと。カリカリアイコになってますね。本当にカリカリしてます。なんで。でもね、話せないんですよ、個人情報すぎて。この内容の話をしようとしたら絶対自分の、あの個人情報をさらけ出さないといけない内容になっちゃうから、もう話せない。もうカリカリ小児さんです。本当にうまくいかない、スムーズにいかない。
リカリウ梅です。そう、自分ではどうにもできないことなんですよ。憤りを覚えてる。ストレス。そうストレス。もう私が一番嫌な言葉。なんとかなる。なんとかならなかったらどうするんですか。じゃあそんななんかもう私ってなります。なんとかならなかったら。ならないものはならないよ。ならないのよ。ねえ。髪の毛むしる。髪の毛むしってる。いやもうなんか自分のあれじゃないんだもん。自分の問題じゃないんだもん。自分の問題じゃなくて、問題？どうにもならない。そう、これ全然STU とか関係ないですよ。全然 STU とかアイドルの活動とは全く関係ないプライベートなことで、プライベートな情報ことで今ストレスってなっているわけです。そう、小島愛子さんの問題。本当に生きてる証拠ですね。小島愛子さんの私生活の問題です。生活の問題。なんかこうやって頭抱え始めるとさ、本当に全部顔に出るんだよね。私って本当に正直だね。本当に正直な人間だよね。あれだもん。で、一旦落ち着け。自分そう怒るな、そうカリカリするな。落ち着け。みんなはもう応援だけしてて、私の生きるすべての物事がスムーズにうまくいきます。
します。こんばんは。可愛すぎて仕事が進まない。なんか私のせいにされてる。なんでそんな私のせいにするんですか。頑張りなさい、頑張れてかまだお仕事してるの遅いね。大変ですね。なんか今日私さ、お母さんに電話かけたらさ、夕方5時ぐらいにお父さんが後ろに、その電話のさ後ろで声が、お父さんの声が聞こえて、お父さんが家にいたんですよ。お父さんなんで家におるんやろって思いながらちょっと聞くの忘れました。あ、なんでお父さん木曜日なのに、全然仕事の時間なのに家にいるのっていうのちょっと聞き忘れたけど、なんでいたんだろうこんばんは。理由聞かなかった。なんでいたんだろう。リモートかな、有給。でもなんでいたのかよく分かってなかったけど、まあ、お母さんとちょっと話すことがあったから。本当にお父さんでした。お父さんの声だお父さんの声でしたよ。それはね、間違いない。なんで家にいたんだろう。お母さんは分かるんだけど。みんなは今日どうでした？なんかめっちゃ天気良かった今日。もう春を通り越して夏を感じた。もうすぐ夏だっていう天気だった。なんか海が見えたもん。海がなんか、私目をつぶったら海が、さざ波が聞こえてきた。夏の海が。本当に空が夏だった。からね、見上げたらね、雲一つなかった。ちょっとあったけど。もうなんか目を閉じたらもう海の景色が広がってて、目を開けたら海だと錯覚するような今日は気候でした。感性豊かすぎる感性豊か。
今日髪見ました。早っ。現実逃避してる。私現実から目を背けてるんですかね。私はね、割と感性豊かです。いや、私本当に豊かなんですよ。本当に感性自分で言うのあれだけど、いや本当なんかね、この間ね、宇多田ヒカルさんの花束を君にっていう曲あるじゃないですか。この曲すごい好きなんだけど、でも歌詞の意味までそんなに、そのなんだったろう、深い意味知らなかったんです。花束を君に、まあ、その楽曲を聴くのは聴いてたんだけど、でもなんかそんな一つ一つの意味を そこまで深く読んでなくって、でなんかこの間さ聞いてて、ふとね、普段からメイクしない君が薄化粧した朝って言って、ふとね、なんかその歌詞の一文聞いて、あ、なんか彼女とか、なんかその好きな人とか彼女が普段からメイクしない女性の人が今日はお出かけのためにちょっとお化粧してるのかなって思ったんですけど、でもあれなんですね、その死んだ方にするお化粧で、死化粧っていうのかな、その棺に入る前のそのお化粧、死に化粧っていうんですかね。あれだっていうのをパッて、そう、送り人の送る人、送る人に対する歌なんだって思って、なんか私その瞬間と思って、すごいなんかもしかしてと思って、全部ね、歌詞一文一文ね解釈していったの。普段からメイクしない君が薄化粧した朝、始まりと終わりの狭間で忘れぬ約束した、で何かしら多分もう死んだ方との自分の中での約束が生まれたんだなと思って、で花束を君に贈ろう、愛しい人愛しい人っていうのが、を愛してる人に贈るものだと思ったら、その母親に花束を君に贈ろうと、どんな言葉ならべても信じから今日は贈ろう、涙色の花束をっていうのが、あ、これはお母さんに対する、死んだお母さんに対してだけじゃなくって、その喧嘩なんだと思って、涙のがぼんやりとしたお花を見て、お花束を君にって言ってるんだと思って、そう、だから亡くなった人に対して、亡くなったお母さんに対して歌ってるんだって思って、もう私本当にその瞬間にハッとして涙が止まらなくなったんですよ。
だから私ね、涙色の花束って何のこと言ってるんだろうって思ってたんですよ。そしたらその涙の色、なんか水色の花束なのかなって思ったのね。聞いただけで。涙ってさ、連想するのって水色とかじゃないですか。だからなんかお花好きな人に水色の花束あげたのかなとかって思ってたんですけど、その涙を流すこと、大切な母親のを送るときに涙を流すことなんだって、涙を流してる情景なんだと思って、もうなんか涙が止まらなかった。そうだから私は本当に感性が豊かな豊かな方なんですよ私は。っていう、感性が豊かなお話でした。それをね、あの新幹線の中で聞いてて、本当にもうボロ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 涙が止まらなくって、だからま、その時ねマスクしてたからまだ良かったんだけど、もうマスク取って涙が止まらなくって、でマスク取ってあの一旦ティッシュを取りに行ったらさ、さ、もう鼻水が止まらなかった。何？号泣した、号泣してた人？号泣してた人って、いや私見られてたのかな、泣いてたのでもそんな、でも絶対誰にもバレてないと思う。マスクの下でずっと、なんていい歌詞なんだって。新幹線の中でスマホで動画見て号泣してた待って、私かもしれないわかんないでも私は携帯見ながらめっちゃ泣いてましたね、動画見てバレてたの？いやでも多分私じゃないと思うよそれ。うん、私じゃないと思う私じゃないと思う、絶対なんかバレるような感じじゃなかったそれだったら多分私に直接言ってると思います。なんかめっちゃ泣いてなかったって言ってると思うので、多分それは私じゃ、
タタ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 。でもそれはあの行きの新幹線なので、帰りの新幹線があの喧嘩したり後ろの人がなんか飲み物こぼしたりしてたので、行きの新幹線は良かったんですよ。帰りの新幹線が大変だったんですよ。涙を流したのは行きの新幹線の方。それではそろそろ配信終わります。ランキング見ます。13位あっちゃさん、12位くまたかさん、11位ハイキーさん、ありがとうございました。今日も配信を見てくださってありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい。ありがとう、バイバイ、じゃあねー、バイバーイ。